27列の花畑。4列目、5列目からまた行きます。プスキニアという花です。プスキアって私は読んでますが、一般的にはプスキニアとかっていう名前です。満開すぎかな。雨が降っちゃってちょっとくたびれたものもありますが、まだ咲いてくれてます。これも結構まあまあ増えて、球根かなり売りました。売ってこのくらいですので結構増えます。あとここは赤チューリップかな。赤チューリップつぼみ上がってきてますね。ちょっと先っぽ色づいたのもあります。一番上、水仙ミックス植え、2種類くらい咲いてるかな。中がオレンジの背の高いやつと、あとやっぱりこれも中がオレンジの房咲きのちっちゃい丈の短いやつ、品種は分かりません。咲いてきました。5列目の水仙も同じミックス植えです。同じく2種類咲いてます。こちらは赤の隣だから何色かな、黄色かな。黄色チューリップつぼみちょっと上がってきました。赤よりは遅く咲きますね。こちらはこちらの水仙もつぼみ膨らんできました。なんていう品種かな、フラワーサプライ。結構増えましたね、去年より。あとここは水仙ミックスです。やはり同じく2種類かな、2種類っていうか1種類かな。ここはミックスだけどまだ1種類しか咲いてないです。5列目、次6、7列目に行きます。6、7列目まだ花は少ないですね。6列目はこちら、ムスカリバレリーフィネス、ちょっとだけ咲き始めましたね。あとこちらクロッカス、葉っぱ伸びてきました。早咲きの方ですね。こちら紫かな、紫のチューリップ、相変わらずなんか葉っぱが
元気ないからやっぱり病気っぽいかな。あんまり良くないですね、葉っぱの勢いが。次、ムスカリアルメニアカム、だいぶつぼみが色づいてきましたね。だんだんあったかいので結構早く成長すると思います。こちらやはりミックスウェアイスキングでしょうか。アイスキングが咲き始めました。隣、こちらもミックスウェ、こちらも2種類咲いてます。こちらのチューリップ、オレンジかな、オレンジとかいろいろ。あとこの辺はクロッカスの大きい花びらの方の遅咲きの方です。花も終わって葉っぱだいぶ伸びてきましたね。6、7列目でした。一旦切ります。